オリガ・クニッペル新婚旅行でのチェーホフとオリガ・オリガ、レオナルド・ブナ・クニッペルは、ロシアの俳優。帝政時代からソビエト連邦時代まで活躍した、小説家、劇作家、アントン・チェーホフの妻として知られる。オリガは、1898年に、コンスタンチン・スタニスラフスキーラが設立した、モスクワ芸術座の39人の設立時メンバーの一人で、ある、アントン・チェーホフの儀曲。 カモメのアルカージナ役、三姉妹初演時のマーシャ役、桜の園のラネーブスカヤ夫人役、ワーニャおじさんのエレーナ役を演じた。1943年のモスクワ芸術座、桜の園300回記念公演で、再びラネーブスカヤ夫人役を演じた。ドイツの俳優、オルガ・チェイホバは名であり、ソビエトの作曲家レフク・クニッペルは、老いにあたる。オリガは、レオナルドとアンナの娘として生まれ、 彼女の両親は共にドイツ系であったが、オリガの父は一族の伝統により、ロシアでそのことに不満を漏らすような無駄な実感を使わなかった。オリガが生まれた頃、レオナルドはグラツオフという小さな町で工場を託されていた。オリガが生まれて2年後、一家は中流階級の生活を送れるようになって、モスクワへ移った。兄コンスタンチンと弟ウラジミールに挟まれて、 オリガは大切に育てられた。彼女は私立の女学校に入学した。厳格な学校生活により、流暢にフランス語、ドイツ語、英語を話せるようになり、音楽と歌唱のレッスンを受けた。オリガは画家として非凡な才能を見せ、また夕食の縁に友と家族を楽しませようとピアノの伴奏をした。しかし父は彼の第二の祖国での社会的慣例から外れることを、 懸念し、オリガがまだ若いうちより良い相手と結婚させ、専業主婦にさせることを明らかに望んでいた。母のアンナ岩信ナは歌手やピアニストとして非常に才能があったものの、プロとして芸術の道に進むのを諦めさせられたことから、オリガもそうすべきだと感じていた。1894年、オリガの父が休止すると、25歳のオリガと母アンナは満足な暮らしの陰で、 彼が重ねていた未払いの債務によるトラブルに巻き込まれた。オリガとアンナは二人とも暮らしのため音楽と歌のレッスンを始めた。五人いた召使いのうち四人を解雇し、より小さな家に移り住んだ。オリガの舞台俳優として成功したいという望みはまだ消えていなかった。母の賛成がなくとも彼女の意志は先んじていた。彼女の社交界でのつながりを諦めることはオリガの叶えようとしている。 夢の犠牲であった。私は自分の人生でいかなる時も何かを追い求めてきた。求め、精力的に演じたものは達成する、可能性があると信じてきた。私は常に成功し、自分の道を進んできたことで後悔したことは一度もないと、彼女は書いている。折川ガは手短に、マリー劇場付属演劇学校に席を置いたが、わずか1ヶ月で退学した。 気の進まない母の助けで、オリガは音楽協会学校に入り、後、モスクワ芸術座の設立者となるウラジミール・ネミロビチ、ダンチェンコ、グリキリア・フェドートフに教わった。ダンチェンコは、オリガと同窓生フセボロド・メイエル・ホリドを、コンスタンチン・スタニスラフスキーに紹介した。固い信頼関係に結ばれていたと言われ、ダンチェンコは、オリガとメイエル・ホリドに、 自分とスタニスラフスキーが新たな劇団の設立計画を練っていることを告白した。ダンチェンコはこの劇団に加わり、その名声を確立していった二人の俳優を数週間後、首都モスクワに新劇団が設立された。1898年6月14日、劇団はモスクワ市内のプシキノに呼び集められた。そこはスタニスラフスキーがオリガラ劇団員すべてに向かい、 皆がそれぞれの人生を捧げて、ロシアにおける最初の準理論の倫理的な普遍的に誰もが入れる劇場を作ろうと演説した場所であった。オリガが30歳の誕生日を迎えた9月9日の儀曲、カモメの下稽古中、彼女はこの儀曲の作者で、当時38歳のアントン・チェーホフと出会った。その後数年間、オリガとチェーホフは電報と手紙を交わし合った。 その間に、オリガは、チェーホフの妹マーシャと親しくなった。遊び心に溢れ、しつこい不定期な手紙は、互いに遠く離れて暮らしていても、次第に愛情と同情のあふれる手紙となっていった。オリガの本質は文通した手紙の中で輝いていた。彼女の一時的な村木、移り気な気質、それらが突発的な、高尚な精神と組み合わさり、病がちのチェーホフを元気にさせていた。 1900年冬、チェーホフは療養していたヤルタから戻って、モスクワへ向かった。彼は、心の中の愛しい女優のため書いた新しい戯曲を、携えていた。三姉妹の中の、どんな部分にも私はあなたを念頭に置いていたのです。10ルーブルください。そして戯曲を、自分のものにしてください。そうでなければ、私は、他の女優にこの作品をあげてしまうでしょうと。 チェーホフはオリガに書き送った。多くの類似点がオリガとチェーホフの書いた三姉妹の登場人物、マーシャの間にあった。オリガは一男三女の兄弟の真ん中の娘を演じた。四人のうち唯一の既婚者で、三人姉妹のうち最も才能ある人物である。教養があり洗練された若い女性として描かれ、フランス語、ドイツ語、英語を話せる。そして第一級のピアニストであるという。 オリガ自身の才能に非常に似ていることは間違いない。オリガは楽しんでチェーホフが描いたというマーシャ役を自分への賞賛として受け取った。チェーホフとオリガチェーホフとオリガは1901年5月25日に歓喜の十字架協会で挙式した。それは突然で誰もチェーホフの母と妹、オリガの母ですら知らされないままの小さな結婚式だった。 親しい友人と家族の多くが、その秘密主義に傷ついた。1902年頃、オリガが流産を経験したと、二人の文通の内容を根拠に指摘する研究者がいる。二人の結婚生活はわずか三年にも満たなかった。夫・チェーホフは、1904年7月に、肺結核で死去した。オリガ・レオナルド・ブナクニッペル・チェーホは、その後もモスクワ芸術座を代表する女優として、 舞台に立ち続けた。1959年。これは、英語版作成時に参考にしたものであり、日本語版作成時に参考にしておりません。ありがとうございます。